どうも。はい、今回ですけども、今週ですね、7月の10日土曜日ですね、シュプリームウィーク20ですかね、やっと一応ドロップリストが出てるんで、そちらの方を見ていきたいなと思います。はい、で、今ですね、撮ってるのが7月7日水曜日の午後2時頃なんですけれども、一応この時点でですね、コラボ商品とか何にも出てなくてですね、もうとりあえずその、残りのアイテムが今出てるだけなんで、それをちょっと見ていきたいなと思うんですけれども、まあもしかしたらちょっともうちょっと時間経てば上がってくるのかもしれないですが、ちょっと今の段階だとこんだけしか出てないんで、その辺ご了承ください。で、まあ先週でですね、もう終わるかなと思ってた矢先に、意外に残ってるアイテムがあったということで、で、今週、まあ下手するとちょっとこれだけで終わっちゃうのか、ちょっと謎ですね。はい。では、ちょっと早速、見ていきたいなと思います。はい。で、まずですね、1点目ですね。こちらが、クレッシのラッシュガードですね。まあ、マリンスポーツとかで使うようなやつですかね。ウェットスーツ。スキューバーダイビングとかスノーケリングとかで使うようなやつですかね。はい。こちらが、3色展開ですね。ブラックと、ブルーのカモと、これは何だろう。ブラウンのカモみたいな感じですかね。の3色ですかね。はい。が出ますね。はい。で、続いてが、メッシュスクリプトタンクトップですね。タンクトップが出ますね。こちらが5色展開ですね。はい。まあ、これもまあ、無難な感じですね。はい。で、続いてが、ドラゴンウォーターショーツ。水着ですね。ドラゴンの模様が描かれている水着が、こちらが4色と。で、あとが、キャップですね。キャップ類がテリージの S ロゴ6パネル。こちらが6色展開と、同じくテリージのクラッシャーですね。こちらが6色展開。はい。で、あとは、キャンバスバックパックですね。まあ、これも毎回定番で出てますね。これ何回も多分販売されてるんじゃないですかね。これ前もあったような気がしますね、これ。はい。で、こちらが2色ですね。ブラックとホワイト。はい。で、同じく、キャンバス地のトートバッグと、これも同じ、ブラックとホワイトですね。はい。で、続いてが、これはなんだ、モーレーのボディーボードですね。こちらが2色展開ですね。まあ、ちょっと、マリンスポーツ系のアイテムが多いですね。水着だとかですね。はい。で、続いてが、WDF ピン、ワットダファックって書いてあるやつですかね。ピンが、出ますね。こちらが4色かな。出るんですかね。はい。てな感じで、こちらで以上ですかね。はい。めちゃめちゃ少ないですね。で、あと一応なんかその、今このリーク、いろんなこのサイト見るとですね、なんかこの、今回のこのシーズンの専用の、まあ、ワッシュドゥティだとか、これ見ててるのが、オーバーデイドカモブーニーっていうのが一応、なんか出てるんですけども、ただどんなアイテムかって出てないんですが、一応こういうのも出るかもみたいなのは出てますね。はい。っていう感じでこれだけですかね。まあ、あとコラボがあんのか、なんかスラッシャーがどうだろうとかなんかいろいろ出てましたけども、未だに出てないんで、わかんないですね。ちょっと今の段階だと。はい。まあ、ただ多分、まあおそらく今回が本当に最後なのかなっていう感じなんで、まあ、最後もまあ、なんか微妙な感じですよね。はい。ってな感じで、まあ、ちょっと最近ちょっとネタとかもなくてですね、動画とかも全然上げれてなくて、ほんと一週間ぶりなんですけれども、ちょっといろいろ今ですね、他になんかちょっと、まあ、今週終わっちゃったらもうほとんど1ヶ月以上ですかね、多分おそらく、シュプリームとかなくなってしまうんで、まあ、他のネタをなんかできないかなと思って、いろいろ考えてまして、一応いろんな案は出てるんで、それをちょっとやっていこうかなと思ってますかね。なんでちょっとまあ、ちょっと配信ペースがちょっと落ちちゃうかもしれないですね。毎週毎週ちょっと厳しいかもしれないですね。まあ、その代わり、ちょっと、いつもじゃない、ようなちょっとネタでちょっとやっていきたいなとは思ってるんですけども、はい、すいません。ちょっとなんとか、そこの方は、頑張ってやっていきたいかなと思います。はい。では、こちらで以上となります。また今週もですね、欲しいものがある方に関してはですね、頑張りましょう。はい。ではですね、また次回の動画でお会いしましょう。では、バイバーイ。